日韓法的地位協定に基づく、協議の結果に関する覚書とは、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位、及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定を引き継いだ、在日コリアン三世以降の地位確認、及び諮問を夏問題に関する日本と韓国の間の協定。百六十五年の日韓法的地位協定では、十五年後に、 再協議することが謳われており、それに基づき、1990年より交渉に入り、1991年に妥結したもの。日韓法的地位協定に基づく、協議の結果に関する、覚書企画書日本国政府及び大韓民国政府は、1965年6月22日に、東京で署名された、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位。 および待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条1の規定に基づき法的地位協定第1条の規定に従い日本国で永住することを許可されているものの直系秘属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住について1988年12月23日の第1回公式協議以来累次にわたり 協議を重ねてきたまた、大韓民国政府は、1990年5月24日のロタイグ大統領と海部都市総理大臣との間で行われた首脳会談登類時の機会において、1990年4月30日の日韓外相定期協議の際に、日本政府が明らかにした対処方針以下、1990年4月30日の 対処方針というの中で示された在日韓国人3世以下の子孫についての解決の方向性を在日韓国人1世及び2世に対しても適用してほしいとの要望を表明し日本国政府は第15回日韓定期閣僚会議等の場においてかかる要望に対しても適切な対応を行うことを表明した1991年1月9日及び10日の 海府都市記日本国内閣総理大臣の大韓民国訪問の際、日本側は在日韓国人の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、これらの在日韓国人が日本国でより安定した生活を営むことができるようにすることが重要であるという認識に立ち、かつこれまでの協議の結果を踏まえ、日本国政府として 今後本件については、下記の方針で対処する旨を表明した。なお、双方は、これをもって、法的地位協定第2条の1の規定に基づく、協議を終了させ、今後は、本協議の開始に伴い開催を見合わせていた、両国外交当局間の局長レベルの協議を、年1回程度を目途に再開し、在日韓国人の法的地位及び待遇について、 両政府間で協議すべき事項のある場合は、同協議の場で取り上げていくことを確認した。キー一入管法関係の各事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、在日韓国人3世以下の子孫に対し、日本政府として次の措置を取るため、所要の改正法案を今通常国会に提出する、要最大限努力する。 この場合、及びについては、在日韓国人1世及び2世に対しても、在日韓国人3世以下の子孫と同様の措置を講ずることとする。簡素化した手続きで北場的に永住を認める。退居強制自由は、内乱、外観の罪、国交、外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる、重大な犯罪に限定する。再入国許可については、出国期間を、 最大限5年とする。2、外国人登録法関係の核事項については、1990年4月30日の対処方針を踏まえ、次の措置を取ることとする。諮問オーナツについては、諮問オーナツに代わる手段をできる限り早期に開発し、これによって在日韓国人3世以下の子孫は、元より在日韓国人1世及び2世についても、 指紋オーナツを行わないこととする。このため、今後2年以内に、指紋オーナツに変わる措置を実施することが、できる要所要の改正法案を、次期通常国会に提出することに、最大限努力する。指紋オーナツに変わる手段については、写真、署名及び外国人登録に、家族事項を加味することを中心に検討する。外国人登録証の携帯制度については、 運用のあり方も含めて切な解決策について、引き続き検討する。同制度の運用については、今後とも在日韓国人の立場に配慮した、常識的かつ弾力的な運用をより徹底する、要努力する。3. 教育問題については次の方向で対処する。日本社会において韓国語等の民族の伝統及び文化を保持したいとの在日韓国人社会の希望を、 理解し、現在、地方自治体の判断により、学校の課外で行われている、韓国語や韓国文化等の学習が、今後も支障なく、行われるよう日本国政府として配慮する。日本人と同様の教育機会を確保するため、保護者に対して修学案内を発給することについて、全国的な指導を行うこととする。四、公立学校の教員への採用については、その党を開き、 日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認める、よう都道府県を指導する。この場合において、公務員任用に関する国籍による合理的な採用を踏まえた、日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮する。5、地方公務員への採用については、公務員任用に関する国籍による合理的な採用を踏まえた、 日本国政府の法的見解を前提としつつ、採用機会の拡大が図られる、要地方公共団体を指導していく。なお、地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された。中山太郎理愛、玉日本国外務大臣大韓民国外務部長官1991年1月10日、ソウル。ありがとうございます。